はい、皆さんこんにちは、町田さんでございます。お久しぶりでございます。今日もですね、ペルソナ5ザロイヤルの、お得なね、参考情報を、町田さん流で提供していこうかと思います。配信もね、していこうかと思います。今回紹介するのはちょっと地味なんだけど、まあ、発売されて今更感なんだけどテルモピュライ役っていうのをね、やっていこうかと思います。まあ、知ってる人もね、知らない人も、まあ、復習も予習も兼ねてね、ぜひ見てってください。今回の情報はね、あのダウンロードコンテンツで、まあ、オルフェウス・ピカロ、まあ、女子ですね、女の子のバージョンがあるんだけど、まあ、そのダウンロードができないっていう人はね、まあ、ぜひ必見な情報かと思いますので、まだまだ知らない人、ここで見ておいた方がね、いいかと思います。それとですね、初心者さん向けに、まあ、これからやっていく方々にも向けてね、まあ、一応動画としてここに記録しておこうかと思います。今回の動画もね、参考になりました。面白かったな、この情報、天球って方ね、チャンネル登録といいね、熱いコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは早速、テルモピュライとは何っていうところからやっていきましょうか。オープニングからちょっとね、説明してるのはちょっと話が少し長いからね、言っておこうと思って。テルモピュライっていうのはペルソナ5無印時代からあったんだけど、まあ、パーティー全員に対して、まあ、攻撃、防御、回避、命中全てが3ターン上げるっていうスキルなんですよね。まあ、全体にかかるならこれかなりお得ですよね。ヒートライザーっていうスキルが1名に対してだから、ヒートライザーの全体版ってことなんですよね。まあ、しかしね、これ欠点があるんですよ。あのピンチエンカウント、つまり回り込まれないと使えないっていう条件付きのスキルなんですよね。まあ、ですからね、これを今回どうやったらうまく使えるかっていうのもね、含めて説明していこうかと思います。ではやっていきましょう。で、今回のね、ロイヤルは、まあ、新しいシステム特性っていうのがペルソナに付与されたので、まあ、このテルモピュライが結構使いやすくなってるんですよね。まあ、前回はそのバックアタック、まあ、回り込まれるというかピンチエンカウントじゃないと、まあ、使えなかったという、欠点があったんだけど、で、今回このテルモピュライが結構使いやすくなってるので、これをまあ使うに見合ったね、まあ、マチャさんがいろいろ見てみて、まあ、参考程度にこの検証の上で感じた個人的な、個人的なね、ここ大事、おすすめペルソナとスキル構成をまあご紹介していけたらなと思います。ですからね、ガチの方は優しい目でお見守りいただければ幸いですこれあくまで参考ですから、あの皆さんいろんなテルモピュライ役をね、これを参考にして作っていっていただきたいなというお気持ちの動画でございます。はい、ではやっていきましょう。じゃ、セーブデータ作ってますので、こちらの方でね、進んでいきましょうか。こちらのベルベットルームでございます。はい、警報中のベルベットルームに来ております。今日はね、テルモピュライ特化型のね、ペルソナを紹介していくということで、あのこれだけのまあスキルカードがあるとまあ便利ですよということで、これだけのラインナップでいこうかと思います。でね、ちょっと紹介する前にね、ちょっと言っとこうかな。一応今から紹介する情報っていうのはすごくまあ便利なんだけど、まあ、皆さんのね、自己責任で行っていただくようによろしくお願いいたします。バックアップきっちり取ってね、ちょっとじっくりやっていただきたいなと思います。では紹介していきますね。アルカナ死神元ですね。で、変化すると警報中のベルベットルームで電撃反射ということ で、三角ボタンを押すとこういう風に通常時のベルベットルームでのアイテム化も見れますよと。これ便利ですよね。これも視聴者さん情報ですね。はい、ありがとうございますまあこんな感じでね、紹介していけたらなと思いますね。で、もしも電撃反射僕持ってないんだとか、電撃無効しかないんだって人は無効でも構いませんので、まあ、今後ね、火炎吸収とか呪音吸収とかあっても、まあ、無効でも全く構いませんので、そこはご了承ください。はい、分かった上でね、見ていただきたいですね。で、僕はあの電撃吸収っていうのをちょっと変わったもの持ってますけど、これはちょっとどうやって手に入るのっていうのも聞かれるかもしれないから言っとこうかな。ダウンロードチャレンジミッションっていうのかな。前作のペルソナ4の、まあ、主人公と戦う、まあ、チャレンジミッションみたいなのがあるんですけど、チャレンジバトルっていうのかな。それである一定の点数取ると手に入るご褒美スキルカードですね。電力吸収があるっていうのは、まあ、そういうものなので、そこだけご了承ください。はい、次ですね、経営使者のアティス、呪音吸収ですね。まあ、つまり呪音無効でも構いませんよということですね。で、呪音吸収のこれ簡単に手に入れ方があって、あのダウンロードコンテンツペルソナになるんだけど、月読みですね、これを持ってると、まあ、あの最初から覚えてるんですよね。だから強化公式で、まあ、すぐ取り付けることができます。大体、まあ、確率で言ったら3分の1ぐらいの確率で、
だからダウンロードコンテンツ使うとね、簡単にスキルとか手に入るよっていうところもあすごく便利なんだけどね。で話戻るけど、まあ、アーティストね、一応この経営者のコープがマックスに ならないと作れないので、だからまあそれができないっていう人は、まあダウンロードコンテンツの、まあ、ペルソナで、まあ、月読みピカロを買えば手に入るのかなっていう感じですかね。はい、で、先ほどまあ言ったですね、月読みピカロですね、こちらの武道の心得に警報中になりますけど、今回使うのはこっち魔術の素養です。だからノーマルのベルベットルームのこの魔術の素養あると便利かなっていう感じですかね。で項目点ですね、こっちはですね、警報中のベルベットルームで大中促進になると、これもあったら便利かなっていうぐらいのものです。まあなくても構いませんけど、一応あればいいかな。で、アリアドネピカロですね、こっちはですね、マハラクカ王とは今回まあ僕は使わないですね。いる人は作ってください。これは防御力が開幕と同時に3ターン上がるっていうものですね。で、ノーマルのベルベットルームでマハタルカオートに変わります。これは攻撃力が開幕と同時に3ターン上がるっていうものですね。これを、マハタルカオートを今回はメインで使っていきますので、まあ一応2つともあれば便利なんですけど、そんな感じでいきますね。で、戦車の州ですね。これコープが、戦車のコープマックスでないと作れないので、いやーそれできてないんですよっていう方は物理無効でも構いません。物理無効ここでは手に入らないんだけどね、吸収と反射しかならないから。物理無効の手に入れ方っていうのは、そうだな、メメントス のチート野郎のミッションがあるんですけど、そいつを倒すと手に入ることができますので、そちらも要チェックですね。物理無効が手に入ったらすぐユースケにコピーしてもらってください。はい、メサイアピカロですね、これもダウンロードコンテンツペルソナなんですけど、結構重宝しますね。仁王だと瞬間回復になるということでね、これ両方使います。前回ね、アルセーヌの紹介動画すごい好評だったんですけども、それで結構使わせていただいたスキルカードですね。はい、で警視者のジャタイユマハスクカーオートですね、これはもう警報中のベルベットルームでしかなりません。こっちは使いません。マハスクカーオートこれ結構使うんでね、結構ちょっと用意しとってほしいなと思いますね。で、オルフェウスピカロ、女の子の方ですね、不屈の闘士、これ1回死ぬと HP 全開するで復活すると、1回だけね、まあ、保険的なものなんですけど、結構重宝しますね。まあ、こっちは介護官の食いしばりなんで、まあ、不屈の闘士の方がいいので、警報中のベルベットルームで不屈の闘士を手に入れてくださいっていう感じのラインナップで紹介していけたらなと思いますね。これだけのスキルカードがあれば、まあ、結構作る上では便利かと思います。でまあ、注意してほしいのはこのアティスト、シューに関しては、まあ、各コープ マックスになってないと作れないのでね、気をつけてください。でこのアティスなんですけど、今回のこの、まあ、テルモピュライ特化型のペルソナを作るには絶対必須なペルソナです。でここに載ってないんですけど、テルモピュライっていうねスキルカードが必要になります。それはメメントスの12枚の借用書っていうミッションだっけな、それをクリアすると手に入りますので、手に入ったらすぐにユースケにコピーをして複製してください。それがね、まあ、3枚ぐらいあればいいかなと思ってますね。はい、まあで、ね、スキルカードがないっていう人はね、アティスが覚えるんで、そこでね強化公式で強化公式でね、アティスが覚えた後に取り付けてもらってもいいかなと思いますね。まあ、アティスがどんなものかっていうのをちょっとじゃあ紹介していきますね。これですか？はい、アティスこれですね。ここでまず注目してほしいのが、このアティスのこの特性なんですけども、包囲されていない時の行動でも、包囲された時のスキルが使えるってなってますよね。これがね、ちょっとテルモピュライとかなり相性がいいということでね。テルモピュライの効果がね、まあ、包囲された時しか使えないっていうことだったんですけど、まあこの特性とうまくこう噛み合わせれば、いつでも使えるってことなんですよ。これはかなりお得ですよね。つまりこの味方全体に攻撃力、防御力、命中回避と全部上がるってことは、まあ、ヒートライザーの全体版ということでね、いつでも使えるってところでもうすごく、まあ相性のこの特性との相性の噛み合いがいいってことですね。で、まあスキルのちょっと説明をしていきますね。これはね、一応メシアライザーを僕セットしました。そしてテルモピュライですね。まあ、使い方としては前衛ペルソナの構成になってます。ですから前衛ペルソナとして、まあ、彼がアティスが働いてですね、マハタルカオートとマハスクカオート、まあ、攻撃力と、まあ、素早さ命中率ですかねが、まあ、回避戦闘開幕と同時に上がると、これがまあパーティー全員アンちゃんやリュウジンをね
全員にもかかる、そして後続のペルソナたちにも3ターンの間かかるっていうことですね。これはこのアティスがいるだけでもかなりお得ですよね、そこもまず醍醐味かなっていうところです。そしてまあこの効果が切れたらですね、またこのアティスに、ペルソナチェンジしてたら戻してですね、テルモピュライをかけ直してまた命中率回避率防御力すべてアップさせるという感じの使い方になりますね。もしくはその味方がピンチになった時はですね、回復役としても機能するという感じの構成です。なぜ攻撃役にしなかったのかというとですね、僕ねよく設定を見るんですよ。設定の方がですねこういう感じ、生命の死と復活を象徴する神ってなってるんですよね。僕ここのちょっと設定をちょっと活かしてあげたいなと思ってですね、こういう感じのメシアライザーをつけてみました。人によってはねサマリカームつけてもいいかなと思うんだけど、ちょっと回復役としてね機能させてみたらいいかなと思って、でテルモピュライの上にね例えばそうだな、メディアラマとかメディアラハン系ですかね、メディアラハンうまく言えないや、そういうのもね取り付けてもいいのかなとも思いますね。回復役としてね、だから特性をちょっとあえて殺してしまってね、回復役だけとして使うというのもありだと思います。アタッチメント方式ですよね、前アルセーヌで紹介した、そうでもいい、それでも運用してもいいんじゃないかなと思います。で瞬間回復がついているか状態よりもなりませんし、不屈の闘志ですねかかってますので、祝福で殺されたとしても保険が1回だけかかるというか感じでね。で他の攻撃の方もですね仁王立ちがあるので、耐性がありますので防御力も少しこう期待できるんじゃないかなと。ここはアリダンスにしてもらっても構わないです、はい。で呪音吸収なんですけど、これはねアティスが自身が覚える耐性なので全く取り付けるとか考える必要はないです。もともとこのアティスは呪音が弱点なんですよね。それを自らで強化することができるってことですね、はい、補強することができるってことです。このアティスは前衛ペルソナとしては結構ねイケメンだしおすすめかなと思います。結構僕は好きですね、かっこいいですね。で一応このアティスが一応前衛ペルソナとしておすすめだよっていうのを今日は説明したいわけじゃないんです。テルモピュライ役もおすすめとしてはこれなんだけど、マチャさん今日これ使わないんですね、使わないんですよここからなんですよね。マチャさんのおすすめのペルソナっていうのはアティスじゃなくてですね、もう一個あるんですね。僕が今日紹介したいのはこれです。特性がね、このペルソナですね、松の生命力っていうこのなんていうのかな、和風テイストな特性名称から、僕が勝手にね独断と偏見でなんですけども、クラマテングに取り付けてみようかなと思ったんですね。耐性もね序盤からこの4つ、強血疾風と祝福呪音とついてるので、基本的にも耐性も弱点もないので結構おすすめかなと思うんですね。でテルモピュライを僕はこれに取り付けて、あとはもうそうですね、ちょっと説明割愛しますけど、アティスみたいな運用方法をしています。ここ物理吸収外してみてまたなんかいろいろつけてみてもいいかもしれませんね。ここはお好みでいいかと思いますね。で仁王立ちもそうです、アリダンスでもいいですし、仁王立ちでもいいですし、でここ大機構ですね、 SP も回復することができますよという感じですかね。はい、ちょっと不安な人はね、ここちょっとどこか外して、物理吸収か大気功か仁王立ち外してですね、マハラクかオートなんかつけてね、回避も命中も防御も攻撃力も全部上がるっていう感じも面白いかもしれません。はい。僕はあえてマハラクかオートって消してるんですよ。とか、捨ててるというか、あんまりこのゲームね、防御力とかあんまり関係ないんでね、いつも動画で説明してんだけど、チャレンジモードでもそんなに気にしないですね、僕はね。もし気になる人は開幕と同時にテルモピュライでかけ直すっていうのもありですよね。そういう使い方もありだと思うな。おそらく動作なんですけど、こういう感じでふーって感じでねテルモピュライを吹きかけるっていうところもなんか似合ってんのかなっていう感じで、はい、松の生命力っていうね感じの何でしょうね、和風テイストの感じを生かしたいなと思ってこのペルソナにしてみました。いかがでしょう。皆さんね、基本的に耐性が優秀なペルソナであれば、トランペッターとかでも全然、いけると思いますんでね、松の生命力どんどんちょっといろいろ遺伝させてですね、皆さんのお好みのテルモピュライ役を作っていっていただければなと思います。それとですね、この大機構ですね、この大機構のスキルカードについてなんで、ちょっと私説明してなかったので言っていこうかな。これは悪魔コープランク8だったかなと思うんですけど、
悪徳上司をやっつけるとですね、メメントスでやっつけるとですね、スキルカードとして手に入れることができたんじゃないかなと思いますね。これは手に入ったらすぐにね、ゆうすけくんにこれもコピーしてもらって、まあ、たくさんちょっと使えるようにしておいてもらったらなと思います。まあ、ということでね、一応前衛役ペルソナとしても使えるこのテルモピュライ役っていうのを、まあ、僕は今日説明していきました。それとですね、もう一個僕説明したいっていうペルソナがいますね。前衛役ペルソナとして使う場合は今の感じですね。で、前衛役でなくもう完全なね対戦ペルソナとして運用する場合はこういう風に使っていただければなと思います。ほとんどねガチガチでもう吸収でもう埋めてみた形ですよね。ヤマタナオオロチを僕はこれ使ってみたんですけど、これはまあ主に体勢をね全部埋めてみて、まあ、3つこうやって枠が開けばこういう風なことができるって感じですかね。まあ、別に2つ開くんであればテルモピュライと瞬間回復だけでもいいと思いますね。3つ開けば大気候をつけることができます。はい、まあ、粘土吸収、隔熱吸収、祝福吸収と、これはそれぞれちょっとね、僕概要欄の方に添付してる、一応スキルカード化のところの、サイトのページでちょっとご覧になって手に入れてくれたらないいなと思います。ない方は無効でも結構です。強化公主系でいろいろ引っ張ってきてね、取り付けていただければなと思います。はい、まあ、主にまあそうだな、3つ開くとしたらトランペッターとか、あと 1本だったらもう確か3つ開くんじゃないかなと思いますね。まあ、いろいろちょっと試してみていただければなと思います。ただ審判のアルカナなんでね、まあ、めったに使わないアルカナに僕持ってきたんですけど、まあ、テルモピュライ使うんだったら僕はクラマテングでするかな。まあ、一応念のため作ってみたペルソナですね。はい、まあ、という感じでね、まあ、いろんなテルモピュライ役を少しちょっと紹介したんですが、戦闘でちょっと使ってみろという声が聞こえてきそうなので、早速ねちょっと戦闘で試していこうかと思います。では行ってきましょう。ちょうど今敵とすると戦闘に遭遇しましたので、こいつで実験していこうかなと思いますね。まあ、テルモピュアイのね特化型の、まあ、説明ということで、まあ、先ほども紹介しましたけどこんな感じのスキル構成で、まあ、だから攻撃力と回避率と命中率は上がってるという状態ですね。まあ、防御力だけは上がってないので、ここであえて開幕と同時にテルモピュアイをわざとかけてしまうというのもありかもしれませんね。はい、まあ、一応ねかけてみましょう。まあ、普通に戦うんだったらかけなくても結構です。こんな感じでね、クラマテングが応援するようなアクションも、まあ、またいいねって感じですよね。だからまあなんというかイメージと合ってるかなっていう感じですかね。結構ペルソナ作る上では結構イメージも大事かなとちょっと最近思い始めてるマーチハンですね。そして、紹介したいペルソナがございます。これですね。はい、ラウールです。やっぱりねファントムショーの睡眠特化型ですよね。最初はなんか僕紹介した時微妙だなって言ってたんだけど、今はもう完全なこのなんていうんですかね、睡眠特化型のペルソナとして生まれ変わりましたね。もう彼がいないと始まんないです。このセリフもいいですよね。Take your heart とか言ってほしいんだけどな。あんちゃん2万5000円もう拾えないじゃないか。これはついてないと思って、でここでペルソナチェンジを行って、チャージですね。このペルソナも僕のおすすめです。性別された魂の特性を持ったメサイア、これをね十分に活かせるスキル構成にしています。まあ主にチャージ役に してみました。はい、黒い方のピカロはね攻撃役にしてるんだけど、まあこういう感じのスキル構成もおすすめです。まあちょっとね全体的に見るとちょっとマリアもどきな感じのスキル構成と特性の相性になっちゃってるんだけど、これでチャージよし。まあこいつになってる間はね SP も HP も回復するので結構お得な感じですよね。でここでバトンタッチで、僕が紹介したいペルソナはこれだけじゃございません。テルモピュライを紹介したいって言ってたんだよね。まあ一応ここでねヤマタノオロチでかけ直してもいいんだけど、これじゃないんです。僕が紹介したいのはこちらです。はい、イザナギピカロくんですね。はい、新入生の新入生って言ってあるんですけど、まあこの囚人高校みたいなこの服装っていうかな、コートもかっこいいんですよね。この血濡れた感じの赤い剣、この十文字切りを今から放てるんだけど、すっごく音がかっこいいんですよ。だからこれもねぜひ育ててほしいなっていうところですね。
弱点耐性とかあまり優秀じゃないんだよね、優秀じゃないんだけど、こんな感じのスキル構成にすれば、まあそこそこ使える感じになるんじゃないかなという感じで組んでみました。まあ十文字切り一本屋さんですね。ここの物理吸収はあった方がいいと思いますね。跳ね返った時にまあちょっと食らっちゃうかもしれないんで、仁王立ちつけてるので全体的にもね、まあ、防御力もあるのかなと。耐性もこんだけありますから。で、まあ、疾風吸収つけないと、まあ、これ弱点なんで、まあ、ない人は無効化反射つけてください。でアドバイスでクリティカルレッツアップ、瞬間回復で、まあ、耐性状態上にもなりにくいということですね。まあ十文字切りはかなりの HP を消費するので、まあ、武道の心得はつけた方がいいのかなと思います。祝福がちょっと危ないんだけど、不屈の闘志があるからね、一回だけ死んでも大丈夫という保険がかかってますね。では十文字切りちょっとやってみきましょうか。ちょっとね、ペルソナチェンジ、ちょうど今チャージかかってる。これが気持ちいいんだよ。このジョーカーのね、一戦っていう掛け声もいいしね。ワンモアでもうね、一体ずつになっちゃうんだけど、この切り刻む気持ちよさっていうのかな。今3体しかいなかったからあれなんだけど、もう5体とか4体とかいたらほんと気持ちいいからね。ここもおすすめです。なんか鎖の音が聞こえるんだけど、あいつが来てますね。どこだ、こっちから行ってやりましょうか。ちょうどなんかいい実験になりそうだから、ちょっとこっちから行って探してやろう。あ、いましたね、刈り取るものさんですね。じゃあ早速ね、ちょっと実験にちょうどいいと思うんで、テルモピュライの実験とですね、イザナギピカロ君のですね、いい実験台になってもらいましょうか。かかってきなさい。バックアタックをね、ちょっとわざとしてもらおうかな。これだったら松の生命力いらねえじゃんって話になってくる。無印の時はこれを生かしてね、テルモピュライで使えるようにして戦ってたっていうやり方があるんですけどね。で、まあここでチャージをしましょう。まあ3ターンの間ね、攻撃力と回避率の命率が上がってるから、いいですね。正体もちょっと見ましょうか。メイド服ですか、ちょっとなかなかレアじゃないですかこれ。おお、これレアですよ。おお、かっけえ。あ、いいですね。おお、いいですね。これなかなかいいです。いろんな意味でいいですね。はい。ということでね、ちょっとサービスショットもあったところで、まあ、チャージもかかってるということで、じゃあ十文字切りをね、払っていこうかと思いますね。いきましょう。おお、半分効くって感じですかね。さらにこれでランダマイザーを効かせると、どうなるのか。これでまあ、刈り取るものは弱体化しましたので、で、もうそろそろ多分、ジョーカーの、あ、まだ大丈夫ですね。攻撃力と回避率命中率が落ちるところなんですけど、大丈夫そうかな。でチャージします。で力を貯めた。でアンちゃんは一応何もしないでいきます。まあ、ハムドオン聞き分けないと。で回避率命中率全てが、まあ、落ちたということで、はい、噛んで言えませんでした。で、ここはお愛嬌ということで、はい、次に僕が紹介したいペルソナはこちらです。ご覧ください。レンゲはもたらした、富をつけたオルフェウス・ピカロちゃんですね。女子の女の子の方ですね。ダウンロードコンテンツになっちゃうんですけど、まあ、さっきのイザナギピカロに続いてね、ぜひ買ってほしいなって思うんですよ。これかなりお得なので、もうテルモピュアイの上位互換と言ってもいいスキルでございます。ネオカデンザ、これをご覧ください。味方全体の攻撃防御と命中回避率が上昇し HP を 50% も回復すると、まあ、チートですよね。アトラスさんやっちゃいましたねっていう、ありがたい魔法です。ねえ、本当にこれいいと思うんですよ。ただこの子はちょっとできない子で耐性が弱いんですよね。そこをまあうまく調整した結果ですね、究極アルセーヌを作る動画あったんですけど、あそこからねちょっとアイデアを生かして、耐性をちょっと強化した感じですね。なかなかまあ死ににくい感じになりました。仁王立ちもついてますし、まあ、弱点も抑えてますしね、保険もかかって状態異常にもなりにくいという感じでね、大中促進もあるので、まあ、ダメージ食らってもね、まあ、徐々に回復していくのかなというところですよね。まあ、魔術の素養でネオカデンツァの消費も半分になってるというところですね。まあ、これいいですよね。これをするともう
メンバーのですね、ダメージも回復するし、ステータスアップもできるっていうところが、ヘルモピュライと回復がまあ、だから、ちょっとまあ、なんていうのかな、セットになったみたいな感じですかね。まあ、聞くわけないですね。で、これはね、ちょっとあの、視聴者さんの方から、一応こういうオルフェイスピカロの、オルフェイスのですね、最強オルフェイスをちょっと作ってくださいと。アイデアがあったんですよ。でまあこういう感じで作らせていただきました。で耐性と、まあ、速さだけ特化してね、あのノーマルのベルベットルームで何度も何度も1体ずつ強化してですね、このステータスを丸バツ丸バツで選ぶとこうステータスどこを上げるかあの選べるんだけど、それを繰り返して作ってみました。お金がすごくかかりました。もう一般的な方々にはお勧めしません、そういうやり方。はい、事故でやった方が、合体警報かな、あのやり方でやった方が確実に簡単なんでお金もかからないし。ですかね、この上げ方でするとですね、こうパラメータをこう1本2本に絞ってるので、呼び出すときに普通だったらまあね、あの全パラメータがマックスになったものって19万ぐらいかかるんですけど、呼び出すのにね、このパラメータのオルフェウスは9万ぐらいで済むんですよね。確か6万か9万ぐらいだな、全然もう半額以下ぐらいの数字で呼び出せるのでおすすめです。まあ、だってね、力と魔力とあの運なんて必要ないですからね。ということでね、じゃあ殺していきましょうか。まあ、チャージもかかってんのかな。よいしょ。あと一撃で倒す。こんな感じの、ペルソナの紹介に今日はなったので、この辺でまあ動画を終えようかなと思いますね。いかがだったですかね。なかなか面白いペルソナがちょっといろいろ紹介できたと思うんですけど、まだまだネタが尽きないですね。やっぱりこのゲームは神入れだと思いますね。皆さんもね、まあ、あのこのレンゲのもたらす富ですかね、あのこれとか、松の生命力ですかね、まあ、こういうあの特性を生かしてですね、いろんなペルソナさんを作っていっていただければなと思います。はい、ということでね、次回の動画までお別れということで、今回の動画も面白かったなと、非常に参考になりました。また次回も何かやってくださいって方はね、チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。次回の動画もね、ちょこちょこ作ってて、ちょ今検証もしてる段階でですね、もうなかなかもうゲームが進まないなという感じの状態ですね。もう皆さんにも本当もう動画をいろいろ可愛がっていただいて、私も感謝しております。はい、でちょっとその動画をちょっと作ってるので、ちょっとお時間いただきたいなというところですね。だからまあ2日3日ぐらい、お時間をいただければ、いい動画をねどんどんアップしていけるかと思いますので、皆さんのこの場を借りてですね、ちょっとお願いをしておきたいなと思います。あいつは何してんだ、早くしてくれと、いう声がね上がってきそうなので、心配されちゃ困るんでね、大丈夫ですよということで、この動画で案内しておこうかなと思います。ということで、では次回の動画でまた皆さんお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。ということで、バイバーイ。